てない。ようやく目が覚めましたか。静かに。それと動かないで、周りの状況を確認してください。他の人は近くにいますか。周りには誰もいないみたいですね。なら安全です。体は大丈夫ですか。最近局長の体調はあまり優れないと聞いています。仮死状態が2時間ほど続いたから、多少の副作用はあるかもしれません。スパイグッズをただのおもちゃと見くびらないでください。あなたの頭が割れて血が飛び出たのはかなりの衝撃でしたよ。それに現場にいた2人のコンビクトの反応も。誰も疑うことはありませんから、ご安心ください。あのヘカテという娘など、折腰に私を消し飛ばすところでした。これ以上の効果はありません。その後、彼女たちを助けるのは少し手間でしたが、とにかく作戦は順調です。局長、今あなたは流民要塞にある斎場に潜入しました。コンビクトたちもそちらに向かっています。棺ごと火葬場に押し込まれる前に彼女たちと合流できれば、おそらく問題はないでしょう。
リスクは高いですが、一つ方法がありますね。流民要塞の下には個人の斎場があります。立場や勢力、共同病感染者か一般人かも関係なく、流民要塞で死んだ者を全て受け入れ埋葬してくれるのです。はい、もし衝突が起きた際にはそのまま彼らの前で演じてみましょう。あなたに協力します。その場で仮死状態になり、バイタルサインを停止させることができたら、彼らはもう何もしないはずです。あなたの体はもう最上のものですから。では、この件はくれぐれも副官には内密に。最近は変装した演者が何人も捕まっています。入り口の検査も厳しくなり、潜入捜査も簡単ではなくなりました。流民要塞の敵も同じことを考えているようですね。そうですね、リスクは確かに高まりました。だからこれからは目立たないように行動しますので、できることは限られますが、私を探そうともしないでください。私たちの心の通じ合うと露見するリスクが高まります。実はそこまで深刻ではありません。やるべきことはやりました。流民要塞の調査にはよりふさわしい人が代わりにあなたに協力しますし、本当に必要なら私も手助けします。それで流民要塞に入った今、ムクロについて何か感じるものはありますか？いいことです。ここは人口密度が高いので、何かあった時は手がつけられません。少なくとも今は一息つけます。ここを起点として追跡を続けましょう。あなたにはあれがここで何をしたかと、アルマがここで何をしたかの2つの糸口があります。もうすぐ助けが来ますが、気をつけてください。先ほどの襲撃は明らかにあなたを狙ったもので、相手はあなたのことをよく知っているようです。この情報がどこからのものかは分かりませんが、いずれにせよあなたが不利なことに変わりありません。これからの行動は決して自分の正体と生きている事実が知られないようにしてください。流民要塞は敵ではないかもしれませんが、仲間でもありません。はい、本当に撃ってしまったら流民要塞とディスト局は完全に対立してしまい、最悪な結果を招きます。それは違います、局長。もしあなたが殺されたら、
この件はこのような被弾として残るだけです。マフィアの残党が流民要塞とディスト局の交渉を妨害し、交渉代表は殉職、哀悼の意を表します。ですが逆にディスの公職者が流民要塞の少年を射殺したということになれば、些細なことでは済まないでしょう。過激派は少なく、ほとんどの流民要塞の人は一般人です。しかしある一線を越えればもう戻れなくなります。大半の選択には正解がないのです、局長。決めた以上は前に進んでください。たとえ犠牲があろうとも立ち止まるわけにはいきません。あなたが最後にたどり着いた終点が、ここまで来た代償の価値を決めるのです。諦めたのか？続けたらどうだい？ん？なんでいきなり息を潜める？さっきまでブツブツ言っていたのに、今さらおじけづいたのか？蘇って人を怖がらせるのはそっちの役目だろ？さあさあ、いくらだ？言ってくれ。誠意を見せてくれれば蓋を開けて復活させてあげるよ。代わりに一曲吹いて